どうも、生物観察のウニです。こちらに映ってるのは日本カナヘビの高橋さんですね。最近高橋さんの尻尾がなぜか切れてしまったんですよ。高橋さんの尻尾がなんで切れちゃったかわかんないんですけども、傷口が化膿してきたら嫌ですし、あとね、体調不良とかストレスとかだったら困るんでね、ちょっと一回病院に連れて行ってあげようと思いまして、今日今からね、高橋さんを病院に連れて行こうと思います。高橋さんは病院送りです。高橋さん、病院行くわよ。見てください、このお腹。ちょっと肥満も心配ですよね。大丈夫かな、本当に。とね、肥満も大丈夫かどうかね、一回相談してみましょう。この肥満はね、多分私が甘やかしすぎたせいだと思うんですけどね、本当にね、ボテボテですごい体型ですよね。なんだこの腹は。すごいよ、ほら。このケースに入れていきましょう。移動中はね、このケースが揺れて結構ストレスになると思いますから、潜れるようにね、ティッシュをこうくしゃくしゃにしたのをね、いくつか詰めてこの下へ潜れるようにしてあげてます。はい、高橋さんお入り。ほら、よし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 。うーん、かわいいでっちゅね、高橋さん。お医者さんに連れて行ってあげまちからね。ティッシュなんか埋めとこうか。あー、出てきた。高橋さん出てきた。ティッシュの中にね、埋めておきます。はい、埋めました。飼育ケースのままだと周りが見えて、それでね、景色が頻繁に変わるものですから、それがストレスになると思いますのでね、こういう箱の中に入れて暗くしてあげましょう。これは発泡スチロール箱ですね。発泡スチロール箱は保温性に優れてますので、中にカイロ入れてあげたら中あったかくなるわけですよ。外に持ち出しますのでね、その温度変化が結構激しいんで、その温度変化で弱っちゃったりするんで、高橋さんの周りの温度を安定させるために保温性の高い発泡スチロール箱に入れていきます。あと、発泡スチロール箱に入れといたら真っ暗になりますからね。ですから、その景色が頻繁に変わってストレスになるということもないでしょうからね、ストレスの低減にもなりますのでね、発泡スチロール箱に入れていきます。はい、それで蓋しようか。蓋をしますね。そしてカイロを入れていきましょう。春北海道。これはね、ケースに直張りじゃなくて、この発泡スチロール箱の壁面に貼ってあげましょう。この春北海道。開けますよ。うい。それでは、ぐしゃ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 。はい、これで発熱してくるはずです。はい。それでは、この回路を、この辺でいいかな？この辺にペタンと貼っときましょうか。もう直にケースにつけちゃうとケースが熱くなりすぎるんでね。高橋さんが体調崩したら大変ですから、本当に。もう片側にも貼っといた方がいいかな。もう片側に貼るべきかな。一応両側に貼っときましょうか。熱そうだったら、その時に取り除いてあげればいいですからね。ぐしゃ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 あ、ごめんごめん、揺らしちゃった揺らしちゃった。ちょっと緩衝材入れていくか。緩衝材、このまんまだと中でね、このケースがカタカタして、それがストレスになりますから。高橋さんがね、ストレスでまた体調崩したら大変ですから。それではこの緩衝材を入れてあげましょう。これ開封します。下の方にも敷いといてあげよう。丁寧に直に接してるとね、コンって置いた時とかに振動がもろに来ちゃうんでね、高橋さんがびっくりしたら大変ですから、本当に。私の大声でね、もうびっくりしてると思いますけど、まあ、それはそれ、これはこれですよね。よしよし、必要以上のストレスを与えない、これ大事ですからね。よし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 、もう一袋いっとくか。うりゃほら、うわあ、溢れた溢れた。もういっかな。こんな感じでどうでしょうか。ええんちゃう？ええんちゃいますの？なんかあれやな、高橋さんは出荷するみたいやな。上には袋に入った状態のやつを一個載せときましょうか。よしよしよし、はいはいはい、これで OK。 これで完璧。それでは早速動物病院に行ってきまーす。高橋さんにとっては久しぶりの外の世界ですね。去年の1月に捕まえてから
一回も外に出してなかったんですよ。久しぶりのシャバの空気どうよ。電車に乗ってます。高橋さん、生まれて初めての電車です。診察終了しました。どうやらね、大丈夫そうという話でした。いやでも大丈夫そうでよかったよね、高橋さん。本当はね、開けてお子ちゃまの皆さんに高橋さんの顔見せてあげたいんですけれども、あんまり開け閉めするとストレスになるんでね、家帰るまではもう蓋は閉めっぱにしておきます。こうやってガム手で止めてあるんですよ。もし私が転倒した時にガム手で止めてなかったら蓋がコロンって取れちゃって、中のね、高橋さんの飼育ケースがねどっか飛んでっちゃったりするかもしれませんから、そうなったら大変ですから、ちゃんとガム手で止めてあるんですよ。帰ってきました。高橋さんお疲れ様。さあ出してあげようか。久しぶりのシャバの空気はどうやったかな。高橋さん捕まってから、私に捕まってから初めて外の世界に出たんですよ。まあ、箱の中に入ってですけどね、文字通りの箱入り娘で、なんかこんな箱下げて歩いてたら、なんか中に鮮魚とかアイスクリームとか、なんかその冷たい食べ物が入ってると想像するじゃないですか。でもね、中身はカナヘビですからね。カナヘビやで、プリップリの。さあ高橋さん、高橋さんお疲れ様、お疲れ様、大丈夫高橋さん。あー、おっとこの通り診察してもらってきました。ちょっと上の方に私の名前と下の方に動物病院の名前が載ってましてね、動物病院の名前出しちゃうとちょっとまずいんでね、このすこぶる評判の悪い私のペットを見たとあってはね、もう評判ガタ落ちになる可能性がありますから、そうなったらね、私営業妨害で訴えられちゃいますので、ちょっとね、病院名は伏せさせてください。ペット名はね、ちゃんとえのきちゃんって書いてありますね。問診票にね、私高橋えのきってちゃんとフルネームで書いたんですけども、えのきちゃんとしか書いてないですね。どちらかといえばね、高橋さんにしてほしかったんですけどね、ちゃんとフルネームで書いてほしいところなんですけど、まあそれはいいとして、まあ、見てもらったところで尻尾の切り口が可能したり壊死したりというようなことは今のところないそうです。ただまあこれから先ないとは言い切れないので、一応お薬出してもらいました。内服薬出してもらいましてね、診察料とお薬代合わせて2989円、消費税込みで2989円でございます。まあ安いですよね。このように実際にお薬ももらってきました。えのきちゃんと書かれてますね。ちゃんとフルネームで書いてもらいたいところなんですけど、まあいいでしょう。ちょっと病院名はね、折って隠させてもらってます。中に入ってたのはこんな薬ですね。これ液体状の薬で、これを餌に一滴垂らして、それでその薬を垂らして餌を食べさせることで薬を摂取させてくださいとのことでした。今日は移動で疲労とストレスが溜まってると思いますので、まあ、今晩休んでもらって明日お薬飲ませてあげましょう。高橋ちゃん、明日はこの苦いお口を飲ませてあげまちからね。飲ませたらどんな顔をするのか楽しみですね。結局高橋さんの尻尾が切れてしまった理由は、まあ、分からずじまいなんですけれども、まあでもとりあえずね、尻尾が切れたことでなんかここが壊死してきたり、なんか雑菌が入ったりとかいうことはね、今のところないようなので、まあそれは安心しました。肥満についても一応お医者さんに相談したんですけどね、まあ、致命的なほどの肥満ではないみたいですけれども、まあやや肥満気味で、であんまり太らせすぎるとね、肝臓に負担がかかるということでしたので、もうこれ以上太らせないように、ちょっとね、食事には気を使おうと思います、高橋さん。ね、ほんと甘やかしてね、ついつい餌あげちゃうんでね、それでこんなに太ってしまったんですよね。あ、悪い癖なんですよね。ついつい甘やかしちゃうんですよね、ペットは。ねえ、高橋ちゃん。あー、かわいいでちゅねー。こらこらこら。逃げるな、逃げるな。あー、かわいいでちゅねー。ほら、かわいいでしょ、高橋さん。かわいいんですよ。じゃあ、シャバの空気も吸えましたし、お医者さんにも見てもらえましたし、お薬も出してもらえたんで、刑務所に戻してきます。はい、お疲れ様。じゃあ今日はね、刑務所でゆっくり休んでくださいね。おやすみ高橋さん。はい、というわけでカナヘビを動物病院に連れて行った結果、診察料と薬代合わせて2989円かかりました。でもね、これが 29,890 円でも私は出しますから、
やっぱりペットを飼うにはね、それなりのコストがかかりますからね。カナヘビタダで手に入りますけども、日本カナヘビなんてね、その辺にいますから、別にね、タダで0円で手に入るんですけれども、飼い続けるのはね、0円じゃないんですよね。やっぱ飼い続けようと思ったら、病院代とか餌代とか、あと飼育環境整えるのとかね、お金かかってくるんでね、タダで手に入るからといって、タダで飼えるわけではないので、まあ、カナヘビ飼いたい皆さんはね、それなりの出費を覚悟しておいてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。いやーほんと気が気じゃなかったよ。もう高橋さんが可愛すぎるからさ、誘拐されちまうんじゃねえかってね。高橋さんの姿見せたらさ、あまりにも可愛すぎて、盗まれるんじゃないかって、奪われたら大変やから、だからね、こういう発泡スチロール箱に入れてたんですよ。こんな箱見たらなんか、魚とかアイスが入ってそうじゃないですか。わざわざそんなひったくって取らないですよね。そういうことなんですよね。